画像って何ですかね。でここに示したように横軸と縦軸、そして奥行きの情報、そして時間の情報、そして画像っていうのは色ついてますので、見ていただいたら分かるように可視光線、ラムダ、波長ということで5次元の関数で実は表現される情報です。で実際に利用されるものをいろいろ見てみますと、レントゲンの画像だったり、普通のデジカメで撮れるような画像だったり、ビデオだったり、あと多視点の動画像ということで、いろんな次元のものを我々日常生活使っています。例えば皆さんがデジカメで綺麗に撮れればいいんですけども、手ぶれがあったりするとこういうようにボケた画像になったり、普通のですね JPEG という圧縮の技術を使ってもですね、非常に高圧縮にやりますと少し汚い絵とかになっちゃいます。まあこれを我々普通に使ってるんですね。さてじゃあ絵の品質ってどう考えるんでしょう。この2つの絵を出しました。右と左どちらがどう綺麗だって皆さん分かりますか。でこういうのをですね、直感的には分かるんですけど、何らか産業応用に考えると数値で表現するということが必要になってきます。でなぜ必要かということですけども、ここに書いてあるように品質を評価することで我々ユーザーが良い画像コンテンツを作ったり、画像処理のアルゴリズムの、ね、良し悪しを評価するということが可能になります。大まかに言うとですね、人が評価する場合とコンピューターで評価できる、2つの方法が実はあります。でここに書いてあるように機能性、コスト、安定性ということで、いろんなその得意不得意なところが実はあるわけですけども、やはり毎回毎回絵を見てですね、人が評価するって大変なので、コンピューターで評価するということを考えていかないといけないというのが必要になってきます。さて、これコンピューターで評価させるって非常にこれまだ大変ですよね。皆さん大体想像つくと思います。で実際にこれはコンピューターで人の思いをですね、代用しないといけないので、こういうような一回実際の画像を見てですね、人がこの品質はいいとか悪いとかと評価します。でそういうものをですね、さまざまな画像処理のアルゴリズムを使っていろいろな特徴を抽出して、それとの対応関係で、人に代わってコンピューターが絵の良し悪しを評価する、そういう技術開発をしていきます。でも実はですね、今までは、人文社会学で使われているようなアンケートベースで評価するということがあったんですけども、今のご時世ですね、生体情報を使っていろんな評価をしています。こっちの方がいろいろな意味でダイレクトに評価できるということでございます。で見ていただいたら分かるように、最近では脳血流とかですね、脳波の情報を使って映像とか画像の品質を評価するというのが、まあ、世界最先端の研究をいろんなところでやっています。さてこの画質評価の今後ですけども、ここに見ていただけるようにたくさんの、応用展開実はございます。ぜひ皆さんですね、映像画像系の勉強をしていただいて、今の日本の映像画像のですね、産業をぜひ盛り上げて頑張ってほしいと思います。